あ、事務所に構ったものだけど、一番嫌なのはエリアの、この6メーターのエリアの中まで入って、キーパーのここにうちの作品はちょっとやめたんじゃないかなっていう。1回 PK で、第2 PK で、大ちゃんが、プラスエルか。プラスエルか、選んでよかった。あるのか、完全にキーパーが勝負で、この中で勝負勝負して、選んでよかった。キーパーがすごいわけだ。あれでここを打ち抜きっていうのは何でないですか。最初ディープの力があるのか、ライムディープっていうのがいつもディープに行くのか、6メートルのラインになってここを打ち抜くと、それも勝負しないと絶対なかったから、だからさ、4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 
1ヤードで3番手でキーパーが潰れないです。今は決勝で確かに誰かが潰れキーパーがどうやったら組んで組んで当分試合されたらなかったキーパーが聞いてThank you.
Thank you.